立川市では平成27年度からおよそ50年ぶりとなる四肢編纂事業を始めることになりました。この50年間で町の様子は大きく変わっております。これらの変化を記録していくとともに、立川市が歩んできた歴史をもう一度まとめ直すというような事業で、平成36年まで10年間をかけて行う事業になります。四肢編纂事業では、有識者や市民など9人で構成された編纂委員を組織し、およそ20人の編集委員とともに10年をかけ新たな立川四肢を刊行します。また、事業の内容や調査結果などを分かりやすく市民に伝えていこうと、年に2回四肢編纂広報誌立川物語を刊行することとなりました。第1号は今年3月に発行され、四肢編纂の体制や作り方など事業の概要が掲載されています。編纂工程は原始から現代まで時代ごとに6つの部会に分かれ、調査、編集、執筆を行っていきます。古代中世部会の担当者に現在の状況を聞きました。平成に入ってから立川文書というものが、新しく発見されまして、それが現在、16点ですね、あります。写しも含めて16点あるんですけども、一つ一つ、調べ直しているところです。今、多摩地域に鎌倉時代の、古文書というのがほとんど残されていない状況でしたので、このように新しく新発見された古文書を使って、鎌倉時代とこの立川の地域について、これから、分かっていければいいかなと思っております。四肢編纂のために読み解くのは、現在立川市歴史民俗資料館に保存されている貴重な文書など、今後は商店や寺、個人宅など昔の資料が眠っていないか聞き取り調査などで、さらなる資料の確保をしていく考えです。今後、市民の皆さんから資料の提供ですとか、昔のお話をお聞かせいただくなど、協力をいただきながら、市民の方が主役となるような趣旨を作っていきたいというふうに考えております。どうぞよろしくお願いいたします。新たな立川市史は、単なる歴史の記録ではなく、市民が分かりやすく親しみやすいものに仕上げていく方針です。市民に立川の歴史に興味を持ってもらうための足がかりとなるのが、この立川物語になります。次号は、地元の人が懐かしいと感じる地名を現特在集予は定です。もちろん行政としてはあだ名の名前っては残ってないんですけれども、滝の上会館とか、そういう施設に残っていたり、昔から暮らしている方の生活の中で地名が残っています。で、現在も使われている地名ではありますので、そこからじゃあその滝の上の由来は何かとか、じゃあここに暮らしている方っていうのはどういう方だったのかとか、そういうことを特集を挙げていきたいというふうに思っております。